ヤオ族は、タンザニア南部、モザンビーク北部、マラウイ南部に住むバントゥー系の部族。インド洋沿岸のアラブ商人との交易によって、勢力を築いた部族で、その影響から現在でもイスラム教徒が多い。現在のモザンビーク北部に、アサ州からタンザニア南部、ルブマ州にかけての領域に住んでいた、ヤオ族は、19世紀頃には衰退した、マラビ帝国に代わり、 マラウイ南部地域まで勢力を拡大した。内陸部で、象下、金、奴隷などを仕入れ、沿岸部のアラブ商人に売るという交易で、富を築いた。19世紀中頃に、南アフリカから北上したンゴニ族が、ヤオ族の支配地域を脅かすようになる。現在のルブマ州の東部地域では、支配を維持したが、西部地域はンゴニ族の支配領域となった。マラウイにおける、 ヤオ族は、その後、数代に渡り後に族と戦闘した。1885年に、現在のタンザニアに、ドイツ領東アフリカが成立すると、域内のヤオ族はそれに反抗した。植民地政府軍を撃退した戦闘もあったが最後は、敗北し、1899年に族長が、モザンビーク側へ逃亡したことで抵抗は終結した。1891年に、 現在のマラウイにイギリス中央アフリカ保護領の成立する。植民地政府に従わないヤオ族の族長は武力によってここに攻撃、制圧されていった。1905年にドイツ領東アフリカ南部でまじまじ判断が勃発すると、域内のヤオ族は判断側の部族との敵対を理由にドイツ側に協力した。一方でポルトガル領東アフリカのヤオ族の族長は、 反乱に失敗して亡命した無ゴに族の族長をかくまった。1914年に第一次世界大戦が勃発し、イギリス保護領ニアサランドとドイツ領東アフリカが戦闘を開始する。当時、ニアサランドでアフリカ人解放を主張していたジョン・チレンブーエはヤオ族であり、戦争中の1915年1月23日の武装放棄の前日には、 トゥンドゥルのドイツ領東アフリカの行政官宛てに、イギリス軍に対して共闘することを呼びかける手紙を出している。エド、アイン、キマンボエジイテム、エイヒストリー・オブ・タンザニア、カプセル・エデュケーショナル・パブリケーションズ、ISBN 9987632009。ありがとうございます。